流れから明日の決勝はかなり上福選手にこう声援が立てるのかなというイメージなんですけど、そうですね、なんか、まあ、その空気って私も慣れてるしその中で頑張るのがって思ったんですけど、思いのほかというか信じてなかったわけじゃないけど、意外とこう山下美夢を応援する声もすごく、なんか自分の中ですごいそれが信じてないわけじゃないんですけど、私たちの私自身のファンをなんかすごいそういう気持ちを感じて、なんか初めて、まあ、ライちゃんとそこの今日も戦ってその最初に出た時に山下っていうそのなんか気持ちがすごくファンの人たちの気持ちがすごい伝わってきて、なんかこうグッとくるものがあったので、まあ、そういうのも踏まえて、まあ、もう空気とか関係なく、まあ、そういう気持ちもしっかり受け止めて、明日全力で上福を倒しに行って優勝を取りに行きたいなというふうに思いました。